はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダー01デラックスフレーミングタイガープログライズキーということで、トラちゃんのねプログライズキーでございます。第5話の、漫画のねお話、漫画家のお話で登場してきたプログライズキーになります。漫画家さんがねこう情熱を失ってヒューマギアに全部漫画を描かせて、自分はもう何もしないみたいな、自分はもう何もしないよみたいな、で社長、アルト社長がねその漫画の大ファンで、もう社長には情熱がないんですかということでこう生まれたもので、そこからこう情熱がこうキーワードになってきて、でそれで絶命ライズしたねヒューマギアはこう熱に弱いということで、それでイズに頼んでこうゼアに作ってもらったねプログライズ機になっております。トラちゃんのねすごい火がいっぱい出てたね、手からね、なんか色がすごいな。フライングファルコンのこのピンク色の色とは大違いで、赤というよりもなんだろうね、これ赤じゃないけどなんか赤っぽい色、難しいね。では鳴らしてみましょう。音でかっ音でかっ、マジ起動の CSM あるけど音でかっ。変身、やっぱね反応しないな。エクスプロッシブパワーオブ100ボムズって言ってるね。いいね、やっぱ音でかいのマジでいいよな。はい、ということでいいね、タイガーいいね。見た目もさ、でも本当にさラトラーターとかさ、ちょっとあとタイガー、リュウキに出てくるタイガーみたいな感じで、なんか普通にかっこいいよね、やっぱね既視感ある、いいね。はい、ということで今日は、デラックスフレーミングタイガープログライズキーでございました。それではまた明日。